あいつを感じる。両親も兄貴もみんなぶっ殺された。死んだ兄貴の友達のアイスクリーム屋は気のせいだという。でも気のせいじゃなかった。トルマンいっぱいいる設定なんですか？というような素朴な疑問もこの映画の前では無意味です。ウサギ野郎のホラー劇場だよ。映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。ファンタズム3。1993年のファンタズムシリーズの第3作目。1作目で30万ドルの制作費で1200万ドル近い収益を出したドン・コスカレリ監督の代表作にしてライフワーク。ナイーブで孤独な少年の恐怖幻想を描いていたはずの1作目ですが、3作目あたりではもうすっかり現実の恐怖。不気味な長身の男トールマンや謎のドワーフたち、殺人鉄球のシルバースフィアなど独創的なキャラクター満載。2作目で主人公の男の子の役者さんが変わっておりましたが、今作では元に戻りました。すっかり大人。相変わらずの意味不明な映画内容はそのままに、なんとシルバースフィアが仲間になったり、ゾンビが出てきたり、新要素も盛りだくさん。シルバースフィアの秘密なんかも描かれたり、シリーズ好きには結構見どころも多いのではないでしょうかね。物語途中ややロードムービー風になるのも相変わらずアメリカン田舎風情を感じて、私はとても好きな感じの3作目。しかし冷静に考えてみると、1作目、2作目、3作目とほぼやってること変わってなくないかい？毎度のことながら、ちゃんと物語が終わりきらないあやふやな感じのもどかしさはもはやファンタズム名物芸。それでは1作目で割と脇役だったアイスクリーム屋が主役になっちまったネタバレ。あはん、前回途中で仲間になったやっぱりヤバかった女よ。だわわー。うわー、そこら中ドワーフだらけだ。しかも前回のヒロインがくたばってしまったではないか。すげえ運命の出会いみたいに前回出てきたのに、出だしでお亡くなりになっちまったよ。くそー、近づいてみやがれ。この手榴弾でコッパみじんにしてやる。嫌だな、それじゃ出直します。すげえ物分かりいいじゃないですか。なんだか綺麗な光が見えるぞ。弟よ、光の方には行くな。だわわー、兄さん、光の方に行きたいよ。だわわー。うわー、やべえ、死ぬとこだった。兄さんの言葉よりもトールマンのインパクトで助かりましたね。うわー、シルバースフィアだ。弟より俺だ、兄さんだ。兄さん、なんと10年前に死んだと思ってた兄さんはスフィアにされてしまっていた。はい、ダメ。はははははこいつはもらっていくぜ。しまった、主人公がさらわれた。おい、こんな姿になってしまった親友、主人公はどこに行ってしまったんだ。喋れるんかい。あの村は疫病が流行って2年前に一子一人いなくなっちまったやべえ村だぜ。行かねえ方がいいぜ。ぐひひひひひひひ、廃墟の村を荒らしまくってるキャラ立ちしまくったチンピラたちですよ。ダワワーン、ダワワーン、ダワワーン、廃墟の生き残りのお子様だぜ。やってやったぜ。ダワワーン、助かりました。本編ではホームアローン顔負けのギミックでチンピラをぶっ殺します。僕の町はトールマンに滅ぼされたんだ。お父さんが最初の犠牲者だった。夜はやべえ奴がうろつくようになってしまった。一緒にトールマンをぶっ倒しに行こう。ロードムービー風になってなんだか楽しいですよ。私たちこの礼拝堂で何してるかわからない女たちよ。スカーン、ダワワーン。そんな感じで仲間になりましたよ。このシルバースフィアが導いてくれるよ。今お前たちが向かおうとしてる村は疫病が流行って一子一人亡くなっちまった。行かねえ方がいいぜ。さっきも聞いた話だな。いいじゃねえかよ、エロいことしようぜ。やめろこのハゲ。急に色気づくんじゃねえよ。エロいことできなかったから、エロいことしてる夢を見るぜ。エロいことしてる場合じゃないぞ。弟を助け出してくれ。やったー、夢の中で助け出したら本当に助け出せたぞ。一体どうしてなんだ。うわー、時空の狭間からトールマンが襲ってきたぞ。うわー、トールマンの腕を切り落としたら怪物になって襲ってきたぞ。うわー、さっきのチンピラがゾンビになって襲ってきたぞ。ギヒヒヒヒヒ、キャラが立てた割には早く死んだと思っただろう。一気にいろいろありすぎだぞ。今思い出したけど、パート1でトールマンは霊気を嫌がっていたので、きっと寒さに弱いはずだ。早く言いなさいよ。結局捕まりました。グヒヒヒヒヒヒヒ。うわー、おのれ、トールマン。お前はいつまでその体に入ったままでいるのだ。
幻想的なシーンやトールマンの謎の存在感が売りのシリーズですが、今作は特に演出過多なところが多くて見どころ満載ですよ。シルバースフィアが仲間になったり、途中ロードムービー風になったり、今までの2作品から結構新しい試みもありまして楽しいです。ただ意味のわからんところが多すぎて頭痛がしてくるかもしれませんが、それも含めてファンタズムの見どころですから、星4つ。終わり。